はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は FGO の5周年どういうサーバントが実装されると思いますかっていうお話をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、まあ質問の方で、まあ最近ちらほらと増えてきたっていう形ですね。でまああくまでこれに関しては個人の意見なんで、そこはご了承ください。でまあ可能性の高そうなキャラクターからまず順々に言っていこうかなと思います。まあ俺の中で可能性が高いってやつですね。まず一人目がやはり、アンパイのネモかなと思います。はい、ネモに関してはまあシオンのサーバントであるっていうのもあったりするんですが、まあ実際のところなんだろう、可能性的なことを考えた時にネモがすごい妥当なクラスに入ってくるよねっていうのは結構思ったりします。はい、なのでそのことを考えて、まあネモが来る可能性っていうのはありえるかなと思います。ただまあネモに関してはライダーのクラスということで2年連続ライダー、それはちょっとおかしいんじゃないっていうのもあったりするから、まあなんだろう、有力候補だけど、まあわりかし本当にそうなのって思われてるキャラクターの一人、サーバントの一人になってるんじゃないかなと思います。まあ自分はなんか3割ぐらい来るんじゃないかなとか予想してるね。そして次なんですが、次に関してはゼウスらへんですね。ゼウス、アフロディーテ、デメテル、あのまああれだね、ゼウスの神たちが来る可能性っていうのはありえるかなと思います。まああの前回が、レオナルド・ダ・ヴィンチ・リリー、そして、その前がスカリーだったっていうことを考えた時に、もし敵陣営味方陣営敵陣営味方陣営的なことを考えたら、あーまあ敵陣営のサーバント、まあゼウスですね、が来てもおかしくないかなと思います。はい、で実際のところ5周年の傾向としては、自分たちのカルデア側のサーバントか、まあ敵側のサーバント、異分体のサーバントのもう二極化してるっていうのもあったりするんで、まあそのことを考えたら、まあゼウス、アフロディーテ、デメテルが来る可能性っていうのはありえるかなと思います。まあその中でやっぱまあめぼしいっていうことを考えたらゼウスなんだよね、やっぱり。まああのギリシャ神話の神々の、まあ神の中の神みたいなポジションにいるっていうのはやっぱり実装されてもおかしくないっていうのはあったりするかな。ただ俺は個人的に、ゼウスが実装される可能性が高いんだろうなと思いつつ、アフロディーテが実装してほしいなっていう気持ちもあったりするんで、どちらかっていうとアフロディーテを実装してくれる方が嬉しいかなとか思ったりしています。まあデメテルも来る可能性があったりするか、まあそこら辺に関してはまあゼウスの神々がワンチャン来るかなっていう感じで、まあ捉えておけばまあまあいいんじゃないかなと思います。そして3人目なんですが、3人目は大穴でリンボ来る可能性っていうのは高いんじゃないかなと思います。はい、リンボさんですね。はい、まあなぜかというと、地獄マンダラがあるってのを考えた時に先行実装とか、もしくは5周年でいきなりねリンボが現れて、なんかうんうんってなりながらねイベントが始まっていくっていう可能性もあったりするんで、まあそのことを考えた時にそのリンボが実装される可能性っていうのもまあなきにしもあらずになるんじゃないかなと思ったりしています。まあただ5周年でリンボっていうのはなんかちょっと俺的にはもうちょっと後でいいんじゃないっていう気持ちもあったりするんで、そこがどういう風になるのかっていうのも結構気になる点かなと思います。そして、4人目なんですが、4人目はまあこれはなんか俺的にはないなと思っているんですが、まあキリシタリアかっこゼウスのよりしろが来る可能性があるんじゃないかなと思います。そのなぜかっていうと、なんかゼウス自体、まあ神ゼウス、ゼウス神じゃない、すいません、ギリシャ神話の中での、まあ、トップクラスというかトップですねってなった時に、そのそれをそのままサーバントとしようってなった時に、なんかよりしろがなんかいそうだなっていうのが結構言われてたりするんだよね。でそのよりしろって言ったら誰なの、ゼウスのよりしろになるレベル、キリシタリアしかいなくねみたいな意味で、まあキリシタリア来るんじゃないかって言われてるもいるし、まあそれ以外で言うと、まあ単純にキリシタリアの終わり方的に
まあ、ないなぁとは思ってるんですが、やっぱり一緒に今後ストーリーを進めていきたいっていう気持ちもあったりするんで、まあそのことを考えて、まあ来る可能性っていうのは、まあなき、まあ可能性としては本当にあんまりないとは思うんだけど、ないとは言い切れないので、まあ可能性としてはまだまだあり得るんじゃないかなぁとか思ったりしております。以上ですね、自分が予想しているキャラクターで言うと、まあここら辺になるかなと思います。でまあ村正とか神父とか来るの来ないのっていうのがあったりとすると思うんですが、まあ村正神父はまだ2部6章で活躍しそうっていうのもあったりするんで、まあ可能性としては低めかな、まあありえないかなっていうのと、まあ今回なんか5周年っていうことで全くもってわかんない新キャラクターが実装されるっていう可能性もあったりするんで、まあ、そこがどういう風になっていくのかなっていうのが結構気になる点になってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ただ、まあ10日、今動画撮ってるのが8月3日なんですが、まあ1週間後には8月10日になって生放送があるっていうこともあったりするんで、まあこの1週間どういう風になるんだろうか、ちょっとガチャとか考えないといけないなっていうのはある程度考えといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ自分に関してはまあ性能がぶっ壊れてたらいっぱい引くっていうのと、アフロディーテが来たらいっぱい引きますっていうのを先に言っておきます。はいということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。